どうも皆さん、こんにちは、私は池袋アダムの店長戸島渉と申します。ですね、昨日、ツイッターホームページ等で発表させていただきましたけれども、池袋アダムは、休業いたします。5月の6日まで、とりあえず5月の6日までですかね。池袋アダムね、もう29年間やってるんですけれども、休業というのはもう初でございまして、ただただまあでも、まあ少しでも、感染症対策に慣れのお力になれればと思ってますんで、皆さんちょっと頑張って自粛していきましょう。でですね、まあ、池袋アダムはもうライブが、まあ、1ヶ月間とりあえずなくなってしまったということでですね、まあ何をやろうか、まあいろんな他のライブハウスさんがね、やっぱこう配信とか、まあ、結構力を入れるようになってて、ただまあぶっちゃけ言うと僕らはですね、配信やるの嫌だったんですよ。嫌だった、まあ嫌だ、まあ嫌だっつうか、別にこだわりというわけでもないんですけど、まあまあなんかちょっとこうね、抵抗があったんですけれども、もう吹っ切れました。もうやるなら徹底的にやろうということでね、もう池袋アダムはもう YouTube スタジオになりましたんで、もうライブハウスではありません。しばらくこんな感じでね、やっていこうかなと思っておりますので、そしてですね、YouTube チャンネルも立ち上げましたんで、ぜひともあれですね、登録をお願いいたします。1000人となんか4000時間あるとなんかいろいろできるということを聞いておりますので、というわけでですね、池袋アダムはもう、もう全然誰もいなくなってしまいましてね、まああと私個人で言えば、もう人と接する機会がもう今日に関しては普段の 96% 減ぐらいの感じで、今日はもう人に接しておりませんし、あとちょっとこれをね、説明しないといけないんですけど、ライブハウスがこう換気が悪いって言われてるでしょう。でちょっとこれね、アダムの断面図でございます。でここがこれステージで、でこれが机で、これが僕ですね。でこれ楽屋、これ楽屋、ここを外につながってるんですね。であとこっち側にこう受付があるんですけれども、外につながってるんですね。これね、ここ結構、まあ、他のライブハウスさんと比べるわけじゃないですけど、実はここにポイントはですね、2つこう外につながっているフロアっていうのはちょっとライブハウスは珍しいんじゃないかなと思っておりまして、これ何が言いたいかっていうと、実はめちゃめちゃ換気がいいんですよ。わかります？もう一回言いますから、大事だから。池袋アダムはめちゃめちゃ換気がいいんです。見てください、この常にこの吹いてる風、ずーっとこれ何も扇風機とかもないですからね、これずーっとこうやって風が流れてるんですよ。わかります？これもう一回言いますよ、ずーっと風が流れてる。こんな換気のいいことあります？まあもちろんこれライブやってる時は、まあここやっぱこう防音のために閉めるんで、まあもちろんこうやって止まるんですけど、ここ開けた瞬間のこの風通しの良さたるや、これもうね、もう全然まあ外のカフェ、何、喫茶店で、外で喫茶店の外みたいなもんというね、このめちゃめちゃ換気のいいスタジオで、まあ今日からまあ動画とかをね上げてったり、もしかするとこう、まあ、リアルタイムで配信とかやるかもしれないし、まあなんかちょっといろいろ面白いことやっていこうかなと思っております。皆さんね、家にいて暇だと思いますんで、まあなんとか1日1個何かしら上げていきたいなと思ってますんで、ぜひとも、チェックしていただければ嬉しいなと思っております。じゃあ終わりで。